よし終わった今日も終わった今日も終わった今日ああ冷やしてない今日もああ冷やしてない冷やしてないなこれ一方しか冷やしてないのこれちょっと何してんだよしさあ今日も軽くだけ飲みますかはいどうもポテモス協会でございますというわけで本日ははいこの機械体操のような赤ウインナーとハッシュドポテトを揚げてまいりましたそれとピントが言うこと聞いてますね今のうちにこだわり酒場レオンサワージャイはいあの赤ウインナーもめんどくさいんで揚げてますあのこの赤ウインナーは冷凍しておりますありがとうございます、まあ、というわけでね本日もパテモスお疲れ様でございました乾杯うまいなただいまもう7時半になりかけるですね、うん、あーからしやもう7時半になっちゃうよよしからしからしあからしやなこれいるわ赤ウインナーにはからしですよこれうんこれ大事これ美味しいんですよ。まあ揚げてなくても全然いいですよ。これ焼きあのちょっとあの網目調に格子状に切れ目を入れてね。で焼くだけでもいいですけども、塩コショウとからし。酒だわ。これは酒だ。うまいな赤ウインナーほんとね大人になると食わないでしょ言うほど弁当とかに中入ってるからあの外で買う弁当ね、うん、入ってる可能性あるか家で食うことはないっしょ子供とかが、まあ、子供は弁当に入ってしまって大人の時出さへんなカムインナー食ってください。5、6本ぐらいがちょうどいいんですよ。下手4本ぐらいでもいいかもしれないな。たっぷり食うもんじゃないんですよ。ちょろっと食って、あ、うまいなーって言って、それぐらいで終わっとかないと途中からね、飽きてくる。うん。あと、奥歯の詰め物が早く直しみたいな。いやだね。会社一発で終わらんよな。これやばいな。で今月はまあ飲みに出てはいないんですけど、まあ世の中マンボウじゃないですか。結構マンボウってるでしょ。マンボウってあの飲み屋の時間も短縮されてるんですかね。全くもって調べてないんですよ、うん、どうなんやの再来週はちょろっと出かけようかなと思ってるんでね、うん、すっかりハッシュドポテトもケチャップかけちゃうようになったなポテトとかにあんまケチャップかけるの好きじゃないって言ってたけどやっぱこの当てになるとケチャップ欲しいな酒の当てとなるとうんの味覚で変わるもんですね、うん、はい、やっぱマクドナルドのハッシュドポテトはあのままでいい、うん、ケチャップはいらんな家でこうやって酒飲む分にはケチャップが欲しい体になりましたそんなこんなのパテモス協会でございますけど昨日は案件動画の案件っていうかソフトを提供していただきましたねこのゲームライフイズストレンジ
トゥルーカラーズ来週2月25日発売のソフトなんですけど、エピソード1、2時間ぐらいやったかな、1時間半以上やったと思うけど、4部作で公開いたしました、うん、私のゲームチャンネルなんでね、ぼやいてますけどね、ずっと案件だろうが、うん、まあ、アクションとかね、ゲーム興味ない方でもね、ちょっと覗いてみていただ、見ていただきたい。ストーリー重視です。ドラマを見ているような、アニメを見ているようなね、本当にですよ、音楽もいいしね、ストーリーもちょっとね、ちょっとなんていうのかな、ダークな、ダークというか影のある、ね、話なんですけど、ストーリーがいいんですよ。多分1は良かった。人の心のね、葛藤なり傷なり背負うものあり、いろいろとね、人の影がね、交錯するじゃないかなと思ってます、エピソード1しかやってませんけどね、まあよかったら動画詳細欄下の方にゲームチャンネルのリンクありますので、で昨日からホライゾンフォービドゥンウエスト、ホライゾンゼロドーンね、ホライゾンゼロドーンの続編をやってるんですけども、ライブではやってますけど、まあ、動画にしねえと決めました。今で今回ストーリーはどうか、ストーリー動画上げない、しんどくなった。2王がまだ終わってないし、もう芸当がずっとサボってから、数人ぐらいはね、私のね、初見実況動画を楽しみにしてくださっている方もいるようなんですけど、今ちょっと忙しいんですよ。今日も不動産に電話して、まあ、支払い方法の、相談話やって、仕事も忙しかったし、あとまあ銀行さんとのね、準備のために確定申告の準備もしてますから、やだもうね、ほんとこんな状況でね、ホライゾンのね動画なんて投稿してらんねえ、ただね、新しく買った土地のでのね、間取りは、まあ、ほぼ決まりました。決まったというか、それで、だからそれするには、ちょっと予算が厳しいんじゃねえのかなって話になってるんでね、銀行さん、ほんと、貸してくださいよ、あと数百万どういう方法に出ようかな。あ、無理だったらちょっと1年ほど延期せなしゃないな。土地はこうだものの、貯金するために、私の強みは別にここ出ていかなきゃいけないわけじゃないからねそれがあったら、まあ、これはのんきなこと言うてないけど、まあ、まあ銀行無理だって、かといって妥協しすぎて狭い部屋に住むのも、狭い家に住むのも嫌やしさ、銀行と相談ですわ。
まあ、方法案にはね、金利の問題なんですよ、単純に。ちょっと銀行さんに頑張って算数してもらわなあかんわ。算数して数字いろいろ細かいとこ出してもらわな、うん、あと今日の昼の時点で、あと10人ぐらいで3万人な感じでした。まあただ3万人いったぜっていう廊下を張り切ってあげるつもりはあんまないんやけど、まあ、3万人いったら報告はさせていただこうかなと思ってます。ただ3万人いったぜって言った途端、ここぞとばかりに抜けてやるような、抜けてやるぜみたいな感じになったら嫌やから、3020人ぐらいになってから発表するかもしれませんけども。言ってたらお前全然前抜け取るやんけなんても嫌なんでね。そしたら3万人や、3万10人とかね、3万2、30人もしかしたら3万100人ぐらいだったからね。まあまあ時間かかるかもしれんけど、まあね、もう3万人いきそうですんで、ありがとうございます。最近ちょろっとまだ伸び出してたんで、なんかわからんけど、誰がこんなもん見とんのか知りませんけども、まあ、見てくれておる人がおることは実感しておりますよ。コメントいただいてますんでね。でも3万人も登録しとるようには思えへんねんけどな、俺ではな。でも登録してくれとんじゃな、その実感はゼロでございます。3万人も登録している実感はゼロでございます。金額的にもゼロかな、収入的なもの。3万人ぐらいだったら30万円ぐらいもらえるんじゃないの、30万40万ぐらい毎月。どうなどうねんよな、分からんけど、今の時点では俺そのもうてないからね。まあな、もう1万人いったらもうその10万円とかな、 2万人いったら20万円とか決めてくれたのにな、給料制見せてくれたらな。あべ。というわけでパテボソ協会、本日はこだわり酒場レモンサワーとハッシュドポテト赤ウインナーで晩酌させていただきました。皆様ちょっと天気悪いかな、関西悪いです。雨に濡れないように気をつけてください。ほな。